そんなことが。うん、そうなの。ごめんなさい。俺はバツイチの妻と結婚する前、突然あることをカミングアウトされたんだ。そのあることっていうのがリベンジポルノだ。うん、今のところ広がってはいなさそうだよ。 SNS や画像検索でも引っかからなかったし。でもこんな女嫌でしょ。もしまた流出したら。大丈夫だよ。別に君自身が恋に流出させたわけじゃないんだから。うん、でも私なんて。彼女は結婚前、自身がリベンジポルノを受けたことに深く傷ついていた。元夫とは2年以上前に離婚したというのに、彼女はまるで昨日のことのように思い出しては辛そうな顔をする。君がそんなに不安なら俺が守るよ。いつ何があっても大丈夫なように。確かに彼女に責任はあるかもしれないけど、俺は必ず守ると決意したんだ。そのために俺は徹底的に勉強をした。ねえ、元夫が出所したって。再び彼女がその脅威にさらされることになった時のために。ヒロヒロ探偵団。最近ネットでも話題になっているが、この手の犯罪、リベンジポルノに遭っている女性は多い。それは彼氏彼女間や夫婦間だけに限らない。最近だとネット上で憧れを持っていた異性からリベンジポルノ被害を受けるケースも少なくないのだ。なあ、取らせてよ。いつでもお前のこと考えていたいんだよな。いいだろ。空気悪くなるの嫌だしな。断って浮気されたらどうしよう。確かにその場の雰囲気を壊したくなかったり、根が優しい人だと断れないこともあるかもしれないが、一度やってしまえばどんな形であれエスカレートする上、そんなのを欲しがる相手とは長続きしないはずだ。ねえ、エチエチな写真5枚送ってくれたら電話してあげてもいいよ。15枚なら直接会うことを考えてあげる。本当？私会いたい。自分にとって一見利益になるような場合はつい送ってしまいそうになるかもしれないが、送っている写真はポルノ写真だけではない。自分の今後の人生、そして弱みを直接相手に送っているということを自覚してほしい。この人は絶対絶対にそんなことしないはず。ありがとう。俺たちだけの秘密だよ。相手を信じて送ることもあるかもしれないが、もしそれが通用するならば、借金を肩代わりさせられている人はこの世にいないだろうね。はあ、別れる？何言ってんの。ガチで別れるなら写真ネットに流すよ。え、何言ってんの。嫌なら別れるとか言わないでよ。もしも撮らせてしまった場合や送ってしまった場合、リベンジポルノは相手に告知なしで流出させることは少ない。送らせた側や撮った側は弱みを握っていると理解しているから、自分が不利にならないようにそれを利用して脅してくる。大体は別れ話や縁を切りたいといった時、関係をやめたいと相手に伝えた時に脅されることが多い。そういう時はまず脅された事実が分かるようにやり取りをスクリーンショットするということが大切だ。電話で脅される場合は着信履歴をスクリーンショットしておこう。ただこちら側も相手が激高しそうなことを言う前に、相手に性的写真を撮らせたか送ったかを一度考えてほしい。確実に撮らせたまたは送ったという場合は、相手が話がしたいと言ってきたらなるべく文章で送らせるように誘導しよう。ねえ、本気？ちょっと今話せる？電話じゃなきゃダメ？そっちがその気ならこっちにも考えがあるんだけど。どういうこと？こんな風にね、文章は証拠として残しやすいため誘導するのは非常に有効だ。もしどうしても電話じゃなきゃダメと言われた場合は、アプリのダウンロードをしてと。よし、かかってこい。通話を録音するアプリをダウンロードして通話を録音しよう。相手と話をする前に一度テストしておくのも重要だ。あの、すみません、実は私脅されてるんです。証拠をつかんだら行く場所は警察だ。交番ではなく警察署に行くといいだろう。嘘、最悪、どうしよう、どうしよう。もし実際にリベンジポルノをされてしまった場合は、1秒でも早く動くことが重要だ。まずしたいのが相手に画像の削除を求めること、プロバイダーに削除依頼をすること。相手の連絡先しか知らない場合は録音した上で電話をかけたりメールなどのツールで削除を求めよう。しかしただ消してほしいとお願いするだけだと、相手にまだ自分が優位に立っていると思わせてしまう。写真を流出させた投稿を今すぐ消してください。リベンジポルノ
のは犯罪です。実際に逮捕された事例もあります。このように犯罪であること、それから逮捕された事例があることを伝えよう。もしも相手の住所が分かる場合は内容証明郵便が効果的。これはいつどんな内容の文章を誰から誰宛に差し出されたかというのを郵便局が証明してくれる制度だ。つまりこれを出すことで相手が確実に警告を受け取ったという証明になるってこと。すみません、実は私の性的写真がこのサイトで晒されています。 URL は以下です。削除をお願いします。このように公表されたサイトのプロバイダーへの連絡も怠らないでほしい。もし複数にわたる場合や自分では難しい場合はセーフラインに通報しよう。セーフラインの削除実績は約 97% と非常に高いため、迷ったらセーフラインを検索することをおすすめする。どうして消えてないの？早く消してよ。削除依頼をしたりセーフラインに通報しても削除されなかった場合はサイト運営者に対して情報の削除、発信者情報の開示を求める仮処分の申し立てをしよう。これは裁判所へ行く必要があるが削除されない方が問題だ。特に顔が出てしまっている場合は出会い系サイトやポルノサイトに転載され、将来大きな被害を被る結果にもなり得る。よかった、これで一安心だ。もうこういうのは絶対にやめとこう。ここまでして消されないということは基本的にはないから徹底的にやってほしい。今のところは大丈夫そう。大丈夫だよ。いざという時には俺もすぐに動くから、もう一人で抱え込まないで。俺は君と結婚できて幸せなんだから。ごめんなさい、本当にごめんなさい。結局元夫は今のところ何もしてきていない。だけどいつ何があってもいいように男女共にしっかりと予防、そして備えをしていてほしい。リベンジポルノは被害に遭った人間だけでなく行った当人、そしてその家族の人生までも壊しかねない。誰も幸せにならないということを全ての人に知ってほしい。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ミロディロ探偵団。